エンジェルゼビールアマチプレレです。おはようございます。皆さんおはようございます。昨日親知らずを抜きましてですね、ちょっと安心でね、昨日はあの配信をお休みしたわけなんですけれども、ちょっと聞いてくれよ。今まあ率直に言うと全然痛くない。全然痛くない。びっくりした。あんなに脅され、めっちゃ脅されたんだよ。前回のようには行かないです、覚悟の準備をしといてくださいって、近いうちに訴えますってそう言われたんだけど、全然痛くなかった。いや、マジでね、本当にそう、ただなんかさ声綺麗になったくない？親知らずが邪魔してたんじゃないの今まで。そう、いや、なんかなった気がするねえ。なんかなったよね、プリンセスみたい。まあ、プリンセスなんだけどね、プリンセスねえ。なんかさ、ね、しかもさ、プリン、昨日さ、本当に痛かったの、抜くとき。痛かった。普通になんか麻酔効いてるはずなのに、なんか痛くて、てかなんか親知らずが痛いっていうか、なんかね、めっちゃ顎を押さえられて、それで痛かったのね。で、顎関節症だから、めちゃめちゃ押されたから、それで痛くて、そう、もうそれでね、痛かったら手あげてくださいって言われてね、手あげたんだけど、なんか、うんって、もうちょっと頑張ってね、って。あれ、都市伝説かと思ったら、プリル、なんかそんな歯の治療とかあんまされたことないから、あれ、都市伝説だろと思って、そんな人いるわけないじゃんと思って、まっすぐ手あげたの。そしたら、それ言われて、そう、と思って、外れの医者やと思って、外れの先生やと思って、この人はと思って、それで、フリーチしながら、外れやと思ってたら、先生だった。マジで腫れてもないし痛くもない、全然ちょっと違和感ぐらい。そう、いや、マジで次バシって歯じゃなくて、糸を抜くときに、そう、言おうと思う。手紙でも書こうかな、あたりの先生にしたって。手紙書こうと思う。めっちゃ腫れてない、全然すごい。マジですごいね。いや、マジでね、プレでね、前回のお会いしたやつは割とまっすぐ入ってたから、痛くないのもうなずけたんだけど、今回はね、多分痛いやつだったんだよ、生え方が。そう、なのに前回と変わらず、むしろなんか昨日の方が痛かったかな。昨日、まあ痛いって言ってもそんな痛くないぐらいの痛さだったんだけど、そう、だから全然ね、もうむしゃむしゃ食べちゃってます。そう、いや、マジで素晴らしい。みんなも気になってる人いたら、意外とプルルみたいなパターンあるかもしれないんで、ね、プルルみたいな抜いてみたらそんな痛くなかったおじいの可能性もあるからね。そう、気になってる人いたら早めに抜いた方がいいかもしれない、もしかしたらね。ハンターのイラストよかった。あれ、やることなくてさ、配信ないで、なんかねむねむにゃんこの配信さ、休むとかさ、作業やってて配信休むときはさ、やることあるんだけど、あれ、冷静に考えたらやることないなと思って、そう、で、レビューしとこうと思ってね、クラピカのレビューした。そう、おいしい、これからもなんかレビューしてこうと思う。ね、ちょっといろいろね、そう、ひそかレビューとかもしたいね。プリル、ひそかに一番好きなセリフさあるんだけど、ひそかっていうか、ハンターで一番好きなセリフが、それレベルに好きなセリフあるんだよ。一番好きなセリフがあって、待って、今読んでる人はワンチャン見てないかもしんないから、言った後に、こうやってやるからさ、ちょっと、ネタバレ食らいたくない。別にネタバレってほどネタバレじゃないんだけど、食らいたくない人は、ちょっとミュートしてて。
あの、ひそかのあの、ひそかの、あの死神クイズに回答者はいらないってやつあれ、一番好きあそこ、あそこマジで好きかっこよくねこれから、これからプリルもやろう。なんかみんな、あのピザ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 って10回言ってみてって言って言わせて、その後その後グサ死神クイズに回答者はいらないやろう。はい、じゃあ見るか。じゃじゃ、スターダストクルセイダースエジプト編 SAO 見たことない。SAO 見たことないけど、あれでしょ、キリトでしょ、キリトかな、やっぱ自分では思わないけどキリトに似てるって言われる。目の前が真っ暗になって気がついたら人が倒れてて、あたりは血まみれ。ちなみに彼女はアスナニでしょ。これさ、これ、あのさ、これでさ、あの、あの、ルーシェンさん歌ってたやつだよね。戦う者の歌が聞こえるか、炎が、あのドラムと響き合えば、あなたに熱い命が、これいい歌だよな。この歌アプリル好き。最後にじゃあ民衆の歌歌って終わりにしよう。歌える気がするな、プリル。で、ミゼラブルはね、プリル見たよ。ガブローシュっていうね、少年がね、可愛くて見た。戦う者の歌が聞こえるか、鼓動があのドラムと響き合えば、新たに熱い命が始まる。明日が来た時、そうさ明日が列に入れよ、我らの味方に。砦の向こう側に世界がある。戦え、それが自由への道。戦う者の歌が聞こえるか、鼓動があのドラムと響き合えば、命が始まる。明日が来たとき、そうさ明日が悔いはしないな。たとえ倒れても流す真摯を入隊します。ありがとう。